こんにちは、はじめ社長です。はい、というわけですいません、ちょっと時間がなくてスマホで撮ってるんですけども、私ここ今東京のお家でございます。まあお仕事でしばらく東京にいるんですけども、PCR 検査、私が今コロナウイルスにかかっているかどうかを確認する検査、 PCR 検査だと抗体検査もするのかな、いろいろな検査を受け入れる機会がありますので、今回それを受けていきたいと思います。なんで受けるかと言いますと、まあ、とりあえず私コロナ感染者の方と濃厚接触、タイミングがわからないんですけど、その接触した時がその方が潜伏期間だったかどうかやばい、ちょっと大丈夫かな、不安になってきたんだけど、その方が潜伏期間だったかどうかとか、その人がコロナに感染する前なのか分かんない微妙なラインなんですよ。で、保健所の方にも聞いてもなんか大丈夫と言われたものの、でやっぱりその東京に来るってことはなんか人と関わる仕事をしに来てるんですよ。共演者の方とか一緒にお仕事する方の安心っていうか、僕がちゃんとかかってないですよっていう証明、心配されないようにするためにもちゃんと検査受けようかなと思って、受けに行きます。ちなみにここ最近症状とか全くなく、味覚も嗅覚も問題なし、熱もなし、倦怠感は常にあり、それっぽい症状は出てないものの、無症状、症状が出ない方がいるっていうのもコロナウイルスのポイントらしいので、本当にわかりません。なのでひょっとしたら僕陽性かもしれないですね。陽性になったらこの後結構仕事がバーって詰まってるんですけども、多分全部ストップになって中止になると思います。そこがすごいちょっと嫌というか、まあ、仕方ないんですよね。もうアルコール消毒とかめちゃくちゃして生活してきたものの、もうかかってしまってたら仕方ないんで、まあ、陽性だったら仕方ないんですけども、一緒にお仕事される方の安心してもらうためにも、で今後のお仕事のためにも、ここが受けた方がいいのかなと思って受けてまいります。昨日から東京にいるんですけども、この瞬間にも感染してるかもしれないんで、本当に読めないんですけども、全くどんな感じかわかんないんですけど、では、はい、お久しぶりです、はじめ社長です。というわけで、あれから2日が経ちました。抗体検査の結果はすぐ出たんですよ。その過去になってるかどうかわかるやつ。抗体検査の結果から言いますと、陰性でした。僕は過去にコロナにかかってないという結果でした。まあなんかわかんないですよね。検査もその 100% 確実にそうですとも言い切れるものでもないので、検査結果的には陰性だったので、過去に僕はコロナウイルスにかかっていない、抗体を持っていないという結果でございました。そしてPCR 検査でございます。はい、なんかやっぱすぐに結果が出ないみたいなんで、時間が経ったんですけども、しっかりと結果いただいてきました。マジでまだ見ておりません。いや怖いです、正直。別に症状とか全くないし、お仕事で誰かと共演するときもソーシャルディスタンスを保っていたんで大丈夫だと思うんですよ。それでもやっぱなってるってなると怖いっすね、本当に。めちゃくちゃパッと見よう、もう本当に。いきます。どれかわかんない、どれかわかんない。やばい、マジで。はぁ、陰性だった。よかった、よかった、マジでよかった。はい、こちらです。新型コロナウイルス PCR 検査陰性診断書、ちゃんと書いてあるよ、大丈夫だよね、陰性ですよね。私4月31日新型コロナウイルス PCR 検査陰性を確認、上記結果により PCR 検査上新型コロナウイルスは、陰性ということです、ということでございます。陰性でした。怖かった。よかったです、身の潔白が証明されました。安心してください、陰性でございます。ってことは、これからも逆に気をつけなきゃいけないってことなんですよ。俺はこれからも気をつけないといけないし、これ、PCR 検査も確実なものではないんですよ。100% あなたは陰性でしたって言えるものじゃないんですよ。あくまで、かなりの確率では陰性だと思うんですけども、これで確定っていう言い方でもないんで、まあ今後も引き続き、ソーシャルディスタンス、外出する際には本当に細心の注意を払っていきたいと思っております。じゃあこれが抗体検査ですね。抗体検査も一応陰性ということで、全くかかってないな、俺。よく頑張ったよ、自粛、本当に。えら？いや、マジでよかった、本当にもう、マジで。よかった。お仕事で東京を来てるんですけども、ぶっちゃけめちゃくちゃ怖かったんですよ。だって一日だって今300人400人とか感染してるわけでしょ。めっちゃ怖いじゃないですか。俺エレベーターとか人と乗る時すら怖かったもん。もう息止めてましたもん。なんせ私の安全は確保、今のところですけどされたんで、
よかったです。ということで、検査なんですけども、なんかね、抗体検査は普通に血をめっちゃ抜かれました。このヒキッて血めっちゃ抜かれてすぐ結果が出たんですけども、 PCR 検査はなんか唾をめっちゃ吐けって言われて、僕めちゃくちゃよだれてるんで、ウェーってすぐ溜めて、それで見られたらしいです。なんかネットで見るとね、鼻になんかこう突っ込まれて粘液取られたり、いろんな方法があるっぽいんですけども、僕はもう唾ウェーって、PCR 検査ね、徐々にほんといろんな場所で受けれるようになってきております。静岡だとね、やっぱまだ少ないね、受けれないです、多分。なんなら東京まで来るとやっぱ徐々にね、受けれる場所が PCR 検査増えてきてるんで、まあ本当に僕はちょっと仕事上ですね、一緒に仕事される方に心配されたり不安がらせることだけは避けたかったんで、一応証明したいなと思って今回検査受けてきました。なんか受けることによってさ、もし陽性だった時にめっちゃ仕事に迷惑かかるし、けどやっぱりね、はっきりさせとくことは大事かなと思いました。もう東京の仕事は一応今終わって静岡帰るんですけども、なんかこれでね、だいぶなんか心よく静岡にも帰れます。東京行ったやつ帰ってくるってだけでも多分ね、地方の人たちって怖いと思うんで、まあそういう意味でもしっかりと検査しておいてよかったと思います。学生の皆さんも8月で短くはあるんですけど、夏休み入ると思うんですけども、本当に気を抜かずに気をつけてください。東京もね、車から見てたけど結構マスクしてない人とか多かったし、多分感じだと一生増えますね。外出るなって言ってるわけじゃありません。適切な距離、除菌、ソーシャルディスタンス、いろいろなものを気をつければ本当に日常生活完全にとはいけませんけども、普通にお仕事できたりね、いろんなことはできていくと思うんで、大事な人の身を守るためにも今後も気をつけていきましょう。ひとまずよかった、本当にもう今後も気をつけていきます。では静岡に帰ります。じゃあな。いや本当よかった、マジでやった。